こんな廃病院のトイレなんか行きたくないよ。流れ星？お、流れ星か。綺麗だなぁ。遅くね？にしてもやけんとろい流れ星だな。って、あれは UFO じゃねえのか？まさかの。第8章、約束のメロディーは荒野に響く。眠そうだな。おはよう、マック。よく眠れたぜ。昨日は星が綺麗でよ。で、そうだ、昨日また UFO を見たんだ。本当に？それでそれで、その UFO はどこに向かって？なんだ？妖怪ウォッチ？おお、上手。 UFO が飛んでいくのを見たんだ。すぐに真っ暗な洞窟の研究室まで来てくれ。またお呼び出しがかかったよ。どうやらジョーズもその UFO を見たみたいだね。俺も詳しいことはわからねえし、ジョーズに聞きに行こうぜ。そうだね。行きますよ。ジョーズさんのいるマクラン洞窟の研究室へ急ぎましょう。もう研究室は完璧にあそこに映っているのか。あれかな、ジョーズはもうあれからずっとあの場所にいるの？もうなんか話より。洞窟っていいよね。なんかファンタジーな感じでさ。ファンタジーかな。おい、ケータ、早くジョーズのところへ行こうぜ。はい、到着。これが取りたい。よし。お、マイニャンパーツ、口ひげ模様を手に入れた。口ひげ、でも今私ね、メイドさん風にしてるから口ひげはちょっと。お、あ、そっか、こんな暗かったんやったっけ。そりゃ名前からして真っ暗な洞窟やもんね。暗くなくてどうするよ。あれ？あ、こっちでよかったよね。うん、どこから行けばいいんだ？ここから飛び降りたらいいんかな？あ、全く違うところに来たっぽいな。全く違うところに来たっぽいな。でもこれで下行けるんじゃない？あ、ここやん。あっとったあっとった。どうもどうも、来たよ。うん。よく来たな。ジョーズ、俺も UFO を見たんだ。そうか。よし、それじゃあ、マックの情報を見かせてもらって、UFO の現在地を分析しよう。いいね、いいね、ロマンやね。どうやら UFO は東の方に飛んでいたようだな。この辺りの川を東へ下っていくと、その先に荒野が広がっていたはずだ。UFO は荒野に向かったかもしれない、というわけでですね。川ならイカダで行けそうだな。いや、その途中にはかなり大きな岩が道を塞いでいる。さすがに岩を破壊するほどの改造となると、時間がかかりすぎるしな。そんな、ここに来てゲームオーバー？いや、こういう時は発想を変えてみるんだ。岩をイカダで壊すのではなく、イカダに乗っているものが壊せばいい。うん、まあね。あ、もしかして、妖怪ドリルっすか？おいおい、漕ぐ人間がやるのは危険すぎるぞ。岩を壊すのは、君たちが連れている妖怪だ。にゃんですそう。そんな力が。ミーにそんなパワーはないだによ。私が開発したものだが、ハンマーヘッドハンドというものがある。お供の妖怪がそれを使えば、巨大な岩でも吹き飛ばせるはずだ。おお、じゃあそれを貸してくれよ。残念ながら、これは今私の手元にない。ちょうど知り合いの医者に貸しているところでな。そのお医者さんはどこにいるの？ねえ、そんな二度でも三度でもさせずにさ、最初から言えよ。大きな岩があるから、これが必要で、これを持って研究所に来てくれ、とか言えばいいのにね。名は破れかぶれ院長。ジャポンの廃病院にいたはずだ。おお、破れかぶれ院長。なんと、ヤックンのことでしたか。もうお友達。ヤックン？元気にしてっかな、ヤックン。何？破れかぶれ院長ならミーたちと知り合いだに。そうだったのか。オッケー。うん、だから大丈夫。私たちが返してもらってくるよ。なるほど。ケータ君、ここはアイナさんに任せましょう。そうだね。頼むぜ、アイナ。お任せあれ。それじゃあ俺たちは USA の時計屋で待ってるね。やるだに。
了解だに。おーってことで、切り替える場所はここにはないんか。とりあえず外に出んといかんってことかな。ん？これで上がれる。で、雲外橋で外に出たらいっか。ね。ここから飛び降りれるし。あーもう、邪魔だよ。アンビリーバボー。ペロン。鏡の世界に連れて行って差し上げます。雲外橋を使ってワープします。で、ってことは、ボブの時計屋、ボブの時計屋近く。こっちでワープ。で、近くにキュッピーとかあったはず。お、あるある。あ、てかまだ昼間なんか。キュッキュッキュピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュッ。アユナに切り替え。ほい。ほ、入れ替えた途端にここに。なるほど。一緒にいたはずなんだけどな。ジャポンの桜ニュータウンにある時計屋にワープしますか。ワープする。ってことはこっちは夜かな。ただいま。破れかぶれ委員長。あ、夜中には言わんのやね。ねったっけ、石焼き芋？石焼き芋じゃないかもしれんけど。これはここを渡って、よいしょ。こんな夜に廃病院とか怖いよ。おばちゃん。あなたフラワーロードには気をつけなさい。美味しいお店が多いから、つい食べ過ぎておばさんみたいになっちゃうわよ。それはそれは。妖怪的な意味で気をつけるんかと思ったよ、一瞬。よいしょ。勝手に入りまーす。んで、また下まで降りていかんといかんのか、めんどくさいね。めんどくさいね。てかもうさ、この辺の妖怪にさ、こいつは味方だから大丈夫だよって言っといてくれんかな、委員長。あれ、入り口はどこだ？あっちか。よいしょ。ほら、じゃないとさ、毎回毎回こう、妖怪に絡まれるというのも、この場所、壊したらなんかあるんかな。ね、こういうなんか今までちょっと行けんかった場所とか、いいものが落ちとったりするか？古びたコインを手に入れた。なるほど、コインね。これは？ほっ、はっ、拾えねえ。何これ？ C104 号室の鍵を手に入れた。 C104 号室って何？え？怖っ。この病院の中ってこと？なんかよくわからんけど。ね。とりあえずまあ、持っといて損はないだろう。下ろしてー。 C104 号室。104ってことは1階ってことか。さっきの階？チラッとだけ見てみようかな。お久しぶりー。お、相変わらずおるね、みんな。青。キーグー。どうもどうも。破れかぶれ委員長、お邪魔してるだに。やあ、君たちか。ねえ、ヤックン、ハンマーヘッドハンド返し。いきなりだね。あれ？ちょっと待てよ。ヤックン、ハンマーヘッドハンドで一体何を？まさか、あの実験動物妖怪を。ヤックン、ちゃんと約束したよね。違う、誤解だ。私はただこいつらの水槽用に岩を砕いていただけだ。岩を？ちょうどいい大きさの岩がなくてね。なんだ、そんなことか。それよりそのハンマーヘッドハンドなんだけど、次貸してくれない？ジョーズさんにはもう話してあるからさ。ああ、持って行ってくれていい。そろそろ返そうとしていたところだ。ハンマーヘッドハンドを手に入れた。おお、これを手に装着して使えるってこと？これで荒野まで行けるだにね。
そしたら調子道を通って USA の時計屋に向かうだに。ゴーゴー。本当に誤解やったんかな、ただの。私たちはこの通り仲良くやっているよ。ジョーズくんにもよろしくね。ウルエって言われて、この通りって言われてもね。よし。じゃあさっきの何号室って言った C104?とりあえずパパパーっと。どこから出れるんだ？あっちからしか出れんのか。よし。何号室とか扉に書いとんかな？とりあえず向こう側の部屋をパパパパパーっと見て、この辺、おトイレだな。あ、色が暗くなっとる部分は通れんとこ、入れんとこってことかな？ん？関係。いや、関係あるんか。こんな廃病院のトイレなんか行きたくないよ。中継検知玉を手に入れた。でもわざわざさ、今まで行けんかった場所にあったんやけん。何かしら、あるんじゃないかと思うんやけどね。やっぱ普通に開くな。普通に開くな。ここかもしかして。関係ない、関係ないっぽいわ。うん、何も関係なさげだわ。さよなら天使ちゃんを手に入れた。おうおう、ぶつかった。2階かな？バトルスタート。ちょっと2階行ってみよう。10って書いとったけん、多分1階やと思うんやけどな。 C ってなんやろ。お、なんかハテナ。今なんかすげえ動いてなかった。ほらほらほら、なんかめっちゃ動きより。ほら、なんこれ、車椅子。ちょ、逃げるな逃げるな。おいこら、おいこら、おいこら。あー、あとちょっとなんだよ。あとちょっとなの、逃げないで。お、来た来た来た。先駆けの助を見つけた。先駆けの助。おー、入院生活は退屈だぜ。こんなに元気があり余ってるのに、あと半日も入院しろ、してろってさ。なあ、そこのお前、ちょっと一勝負付き合えよ。入院中なのに勝負するの？体ボロボロになって入院生活長引くよ、それ。てか、なんだ？妖怪的には、妖怪的には、ここの病院は普通に稼働してるわけ。ね。入院しとんや、あいつ。へぇ、やっぱバトルは楽しいぜ。へへ、先生には言うなよ。これやるからさ。お、マイニャンパーツガチ眉毛を手に入れた。ガチ眉毛。それはいいんだけど、こういうところかな、開くの。でも、あっこはなんか閉ざされとんよね。こっちから。おう、通れねえ。通れないじゃないか、向こうからか。なんか特に何もなさそうな気がするね。よし。この辺もトイレか。この辺もトイレだね。こっちも別に開けれるわけじゃない。ここは中から通れる。けど？ちょ、あそこの宝箱取っとこ。苦い漢方、あ、やったね。やったね。苦い漢方ゲット。落ちた。落ちた。びっくりした。ここに出てくるんや。へぇ。結局これは、あ、こっちで持ち物で見た方が早かったりする？鍵、鍵。これバックヤードやろ。あれどれ？どの鍵だ？
鍵ありすぎやろ。あの洋館のやつか。これか。C104 号室の鍵、お使い横丁にある安穏団地の鍵。これは C 棟の104号室のもののようだ。全然違うやん。なるほどね。ここじゃないんや。団地。さすらいそうのことかな。びっくりした。帰れんかと思った。ねえ、もう出れんかと思ったよ。おーし、それじゃあ、行こう。じゃあ、とりあえず、チャリを。どの辺やったっけ？はあ、びっくりした。え、もしや。ああ、すげえ、屋根の上とかにもちゃんとおるんやね、猫が。ちゃんとかどうかわからんけど。あ、すいません。ちょ、そこの、雲外鏡。鏡の世界に連れて行って、連れて行って、雲外鏡を使ってワープします。それじゃあ、調子堂の近く。え、もうこれを持ってあれやろ？行けばいいよね。ヨップル社、ヨップル社に行くんか。あ、違う、ヨップル社から USA に行かんといかんのよね。時計屋、時計屋。はい。おお。ヨップル社にワープしますか。ほい、ワープする。よし。そして USA へ。すげえな、これでさ、国の間を行ったり来たりできるっていうのがね。ハンマーヘッドハンドもゲットしたし、サクッとみんなのとこに戻りますか。なんかあるんかと思った。なんもないんかい。よし。ん？切り替わるの？ここで。あ、来た来た。お待たせだに。ハンマーヘッドハンドは手に入ったか？もちろん。私ともなると、こんなことは朝飯前っすよ。もらっただけなのに大げさだに。でもこれで川の途中にある岩を壊して先に進めるね。じゃあ、うさぴょん、ハンマーヘッドモードでよろしく。何、ベーダーモードみたいな感じで言ってるだに。そんなモードないだに。うさぴょんよろしくにゃん。もううさぴょんがやること決定。それでは、イカダで荒野に向かいましょう。おお、ボブさんも一緒に盛り上がりよったけど、話わかってるのかい？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。